皆さん、こんにちは。週末梅子です。おはようございます。今日はですね、沖縄にある写真スタジオ、サンセットスタジオというところに、行って撮影したいと思います。メイクさんであるちゃんまりさんという方がいるんですけれども、石原さとみ風のなりきりメイクというものをあげていたんですよ。まあ無茶なお願いって分かってるんですけれども、私も石原さとみになりたいんですよ、ちゃんまりさん。サンセットスタジオでーす。 YouTube 動画撮影すると美容に悪いって思いました。そんな1時間で終わるもんでもないですしね。全然終わらない。やっぱ撮影外に行くことが多いんで、それだけでも時間かかっちゃうんで、撮影何時間も撮って、編集何時間も撮ってみたいにやってると、なんかあれ普通の仕事よりきつくないみたいな。7月がめちゃくちゃ忙しかったんで、今それの納品に追われてる中なんですよ。もうぐっちゃぐちゃですよ。しかも結構ちゃんまりさん、他のこともいろいろ、自分的なことも全部やってるじゃないですか。これが噂のちゃんまりマッサージ。そうです。ここが凝ってるとほうれい線できるんです。あ、そうなんですね。結構ここは即効性あるんで、ここほぐしてあげると、写真の前とかにちょっとギュギュってやるだけでほうれい線消えるんですよ。マジやろう。ないんですよ、ほうれい線が。写真写りめっちゃいいんですよ。なんか凹凸全部埋めてくれるみたいな。ちょっとこれ、どうぞ。見たいこといっぱいあるけど、メイク中止だなと。どうぞ。メイク以外はどうぞ。チャンネル登録者数ってどうやったら伸びるんですかね。いやー、あれは私も全然わかんない。どういうなんか、その再生数の伸びとかも、なんでこれが伸びてこれが伸びないのかとか、全然わかんないですし、なんとなく例えば韓国コスメとかつけたら伸びるんですよ、やっぱり。そこはその韓国コスメが持ってる数値じゃないですか。私なんか一番人気のある動画って、なんか韓国で爆買いしてきたやつがあって、それをただ単に紹介してるだけの動画なんですけど、別に誰がやっても一緒なんですけど、それでもそれだけで、それだけ本当に伸びが10倍っていう回数で、でもそれで登録されるかって登録されないんですよね。あ、みんな見たいのは韓国コスメだったから、私に今興味ないですよね。ですよねみたいな。だから納得なんですけど、伸びてるチャンネルって2種類あって、その情報が有益かどうかっていうのか、その人が人気かどうかなんですけど、やっぱり最初にその食いつきやすいのはやっぱ情報なんですよ。そうだと思う。だけどそれでやっちゃうと、情報がなくなってしまった時に、とか他にもっと分かりやすい人が出てきちゃった時とかに、もう一気になくなっちゃうんで、なんとかそこで掴みつつ、人としてファンになってもらわなきゃいけないみたいなのが一番なんですけど、一番です、ね。まずはでも最初は役に立つ動画みたいじゃないと、興味ないよね。すっごい気持ち分かって、私女性 YouTuber の動画マジで見れないんですよ。分かりますマジで30秒持たないんですよ。私も一応始めたから、女子研究しようみたいな、で検索して誰みたいな、誰って見ながら見るんですけど、本当に何が楽しいんだろう。そうそうそう、メイク系とかは結構見るんですけど、そうカップル系とか全く見ないですよ。なんか面白くない。そう、面白くないですよ。そう本当になんでこれが急上昇に入るのみたいな、なんかなんで自分で作ってて、これ出していいのかなって思ったのが伸びて、これ伸びるだろうって思ったのが全然伸びなくて、そんなのばっかりで。あ、そうなんだ。本当になんか昨日出したファッションのやつとか、あ、見ました見ました。あれめっちゃ気合いで作ったんですけど、あ、そうですよね、全然伸びたんですよ。え、そうなの。全く普段の3分の2ぐらいのペースで、あの4種類のワンピースの通勤のやつですよね。見ました見ました。あれもう全然伸びなくて、めっちゃ気合入ってたじゃないですか。で、あの何にもない日のデートとか、めっちゃ羨ましい。何でもない日のっていう Vlog とかが、これ大丈夫か出してみたいなやつが何にも中身もない、
なんか伸びててみたいな。昨日のちゃんまりさんの動画は綺麗なんだけど映像で真似できないっていうのは、それはありますよね。変えない、実際伸びてるのって自由購入品とか、昨日大輔さんの購入品紹介とか上がってきてめっちゃ受けたんですけどみたいな、ここカメラチャンネルじゃないのみたいな。大輔さんは今も、大輔さんも手探りですね。手探りなんです。それこそその人としてファンっていう風にちょっとだんだんシフトしていきたい、そっちの方が強いと思う。両方くれみたいな。昨日の動画は衝撃だった、私購入品みたいな、それ中本夫婦じゃなくてみたいな、出すのって私も正直言いましたもん大丈夫それって言って、あれが本当にその人としてのファンの人数なのかなっていう感じはしますね。あとは本当に先人がもうすでに切り開いてるジャンルかどうかっていうのも結構、唯一無二になるっていうのも一つの点だし、もうすでに人気のコンテンツでいくっていうのもまあ一つの点っていう。人気系正直あんま伸びないな。あ、そうなんですか。たまにわけわからんバズり方するんですけど福袋とか友達に聞いてみたら、福袋のやつはいろんな YouTuber 絶対見るとか、はいはい、福袋好きいるんですよね。なんかめちゃくちゃ毎年その伸びてて、他の人とかも、でも私のやったやつなんて特にその何かのブランドでも何でもないから、そうそうそう、正直え、これロビーぞって思って、私もびっくりしちゃって、なんか髪型がダサいとか叩かれて、いや知らんかなみたいな、もう近所のドラッグストアに正月に行くだけでもマジって思ったわ、勘弁してと思ってあと最近あのあれですよ、浴衣の着付け去年やったやつが今年に入って10万回ぐらい回ったんですよ。去年1万回ぐらいで、でも結構人気でしたよね、ぼちぼちって感じだったんですけど、なんか今年急に10万回ぐらいダーンって回って、なんか浴衣ブームあった、飛んできた元の関連で出てきた動画とか見れるんですけど、その辺も別に去年とかもあったものか新しい何かとかではなくてっていう感じだったんで、何なんだろうって浴衣をハウトゥーでやってるのがないのかな。いや、めっちゃあります。めっちゃあるんだ。めっちゃあるんだ。で、その浴衣の他のハウトゥーから飛んできてる人がいっぱいいるんで、うん、あ、そうなんだ、ある程度までいっちゃえば何しても OK ですか、ね、何しても OK なんだって思いましたよ、本当にそれみたいな分かんない、自分なんで急上昇3位とかに入ってくるのか分かんない、すごいある程度伸びようと思ったらこう戦略みたいなのは考えてっていうのは必要なんでしょうけど、受け狙いというか、かといってそれでそのまま本当に伸びるかっていうと全然違うのがバズったりするし、でなんかもう運かなとかって最近ちょっともうじゃんまりさんでもそうなんですね。リクエスト答えてみたらどうかしらとか思ってもリクエストもんの方が伸びなかったりもしますし、いやちょっと思った、バズりを期待してるわけじゃないけど、なんかバズってもしょうがないと思ってるんですよ、はいはいはい、はっきり言って、ちょっと私の勝手な研究なんですけど、バズってもしょうがなくてやっぱ固定ファンがいるのが大事なんだろうなと思ってるんですよね、そのバズ、もし何かでバズった時に、そのまあ他の動画とか見てもらった時にいいコンテンツがあるかどうかみたいな、それはすごい大事だなと。まずはもう見てもらえれるレベルの動画を上げていって、はいはい、でこのタイミングでバズりたいみたいなのを挟んでおけば、うんうんうん、あ、ね、それを見て、あ、他の動画を見てみようとは思うんですよ、私は他の人も、はいはい、で面白かった登録っていう流れなんで、まあ、今はちょっと動画を積み重ねていこうかなって感じです。最終続けたもん勝ちな部分もありますからね、映像がっていう人でも全然伸びてない人やっぱいるんですよ。でも正直 YouTube って私も映像は捨ててるんですよ。あ、編集のうまさを競っても私はもうそこの分野では勝てないって絶対分かってるんでそこに時間を、私もそういう映像が綺麗だから見てるわけじゃないんですよ、見てる YouTuber って、はいはいはい、トークが上手い人が好きだから、トークが上手い YouTuber 見てるんで、多分そっちに興味あるんだなと思って、こんな喋ってて大丈夫ですか、ちゃんと石原さとみ風になります今からしていきます大丈夫ですよ YouTuber 目指されてます
ちゃんまり聞いてもらずらこの1週間ぐらいとかずっと悩んで病んでますもん私。え、そうなんですか。何が伸びるんだろうとか最近ずっとその Vlog ばっかり作ってるんで、うん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 、作ってますね、うん、あれなんか正直なところ結構同じことばっかりやってるような感覚になってくるんですよ、うんうん、Vlog って、うん、これでいいのかみたいなこんな毎日の何にもない毎日を配信するだけでいいのかみたいになってるんですけど、そう、そういうところは見たいんじゃないですか、ね、それが伸びるので、うん、こんな見たいんだへみたいな私が一番謎なのはもうドラッグストア購入品紹介で何十万再生取ってる人とか、そんなの自分で買えようって言って別にドラッグストアで別に洗剤ぐらいしか買わなくないと思う。だいたい洗剤とか買ってるんですか。洗剤とか買って洗剤を紹介するんですよ。マジみたいな。特別なもんでもなく普通にアタックとかやるんですか。そう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 、いるみたいなじゃあって購入品やるとやっぱ伸びないんであ、そうなんですね。物にもよりますけど、別に伸びるわけでもないなっていう印象なので。私って1年間だけなんですけど、はい、ユニクロで働いてたんですよ。あ、へえ。だからユニクロ購入品と自由購入品、はいはい、元社員だからこそ分かる自由購入品とかはやろうかなって、かつ写真これを持って行って写真撮ってきてもらえる行きますみたいな、うんうん、それぐらい盛らないと泣くね、泣くねみたいな時は思うんですよそんなこれ買いましたみたいな、じゃあ何がどうみたいなのか分かんない。そうか、確かに。ドラッグストア本当分かんない。洗濯洗剤真似るかな、真似るかも同じ風になりたいみたいな感じですかね、うん、研究した人の結果の洗剤とかの方が、そう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 、嬉しいかなっていう、うん、こっちが一番汚れ落ちますって、これとこれだったらこっちの方が成分が多くてみたいな感じで、だからこれには使った方がいいけどこれとこれは注意してくださいねみたいなぐらいの分かりやすい解説が欲しい。最近このゲーム実況に手を出し始めてしまった。私見る方ですよ、見る方ですよ、やらないですよ。びっくりした、ちゃんまりのチェームゲーム実況で やりましょうよ。もう一個、いやだってゲームやって実況すればいいですよね。あれはでもいや見てて思ったんですけど、やっぱその一番トップオブトップの人と、うん、そのまあ底辺にくすぶっている人、うん、それこそ何年もみたいな見て、いやなんかやっぱ全然違いますね。違うんだ。ちゃんまりさんの動画で紹介されているニックスです。ニックスです。ハロウィン動画めっちゃクオリティ高かったから、ああいうのできるのがプロだなと思って、ね、でも伸びないですよ。伸びないですか。伸びないですよ。女の子の方が人のファンにつきやすい、うんうん、あ、そうですね、うん、メイク動画とかも本当にメイク、まあ、朝日さんとかはあれですけど、うん、よくよく見ると別に全然上手じゃないとかでも、うん、やっぱ上手って、うん、扱いを受けてたりとかするので、いや可愛いだけな人とかめっちゃいますから。化粧する前から毛穴ないですもんね。はいはいはい、はい、何がどう変わったんそれみたいな。アニメも伸びてますよね。アニメもそうですね、なんかじわじわ今もズルズル伸びてるみたいな感じですね、うん、あれボーンって結構いくかなって期待したんですけど、うん、サムネかなとかなんとか言ったんですけど、うん、めっちゃサムネ撮り忘れて適当に後から撮った奥二重メイクとかがめっちゃ伸びてるしみたいな。ああ、そうなんですか。あれなんか6万回とかなってるんですよ。どっから来るんですかね。6万の登録はいないじゃないですか、はいはい、奥二重とかで検索してくるんですかね。すると思いますよ。あ、するんだ、うん、ああいうピンポイントなやつは結構そうやって検索で引っかかってっていうのはあります、ね、人気な人がちょうど似たようなネタをやっていたとかそういうこともありえるん で関連に出るとかもあるので、めちゃんのやってるやつも結構ニッチなというか狭い、だからもうチャンネル名変えようかなと思ってなんかあれだと台湾のことを紹介動画なのかなって開いてみると、特に台湾動画ないんですよ。あ、そっか、確かにアプリがね、アプリで終わっちゃってるっていう。実際なかなかアプリに勝てるカメラマンいないですか、ね、今の。ぶっちゃけアプリめっちゃ可愛く盛れますからね。うん、そのサムネで、うん、顔、まあ、大きい方がやっぱ最初の伸びが早い
やっぱ強いんで、もう大きくするようにしました。顔しか見てないんだなっていう。そうすごい。そうそう、題名見てみたい。ハロウィンのやつとかも、私その写真で結構サムネにするんで、顔ちっちゃいじゃないですか。それかな、ポートレート写真ってことですよね。サムネ探すときないんですよ。私の顔やっぱねえなって思って。ちょっと拡大して。ちゃんまりの声入ってるから、メイクの解説ポイント。声張れっていう話ですね。YouTube 始めたら服はあるに越したことないですね。でもこうそこら辺の女がこう普通の服着て喋ってるだけだと、多分まずは興味持ってくれないのかなと思って、とりあえずスヌーピー着てみたんですよ。はい。最初はもうスヌーピー着てる人で覚えてもらおうかなみたいな感じで、ちょっとやってみようかなと思って。もう涙袋できたな。私普段ここに影入れないんですよ。確かにちょっとシャワラサタミ見えてきたな。ポジティブ。ありがとうございます。すっごいポジティブ。ちなみにちゃんまりさんってアンチコメントとかでもらいます？今んとこそんなにないですね。全然荒れてないですよね。まあ、そんな荒れるようなこともそんなしてないっていうのが一番。やっぱあの急にバズった動画とかは普段と違う層が来るので、なんかでバズる動画って、まあ、あの偽物コスメのやつとか。今アンチや9割キューブ大輔さん側ですよね。なんか丸くなりましたよね。なんか最初の頃はツイートでも割と挑戦的なツイートしてたじゃないですか。はいはい、挑戦的、結構自分の意見はバーンって言うみたいなタイプだったので、それでやろうよ、なんかおとなしいなっていうイメージ。まあ、それ見てください。ですかね、別に他の YouTuber さんとかもちゃんと話聞いたら、だんだんそういう人訴えたりとかしてるみたいなので、なんか、あ、いいんだって思って、なんかそしたらいろいろちょっと私もですけど楽になったというか、ちゃんと本当にやばいことやった人はちゃんと裁かれるんだなっていうのを、まあ匿名って言っても別にいくらでも引っ張れますし、いけるでしょみたいな、なんかちょっと気が楽になった部分は多少は。写真系の人のアンチは結構大変だと思いますよ。なんかその途中過程大体できた8割ぐらいですか？そうですね。息止めてください。行きます。アンチ活動してるような人って意外とちゃんと地位とかお金とかある人だったりとかっていうのは多いみたいですね。なんかヤフーのヤフコメ人とか手に入れたけどちょっと物足りないんですよね、多分。なんかまた自分とは違う方向でなんかいろいろ活躍したりしてる人とかが、まあね、魂なのかな、なのかわかんないですけど、なんかあるんでしょうね。それはそれはすごいわかるんですけど、コメント書いてもそれ解決しないからみたいな。そうそうそう。なんか今 YouTube 側がなんかそのバットとかを、ちゃんと動画を見てからでもつけられなかったみたいに出てますね。の3分の2ぐらい見ないとつけれないよみたいな。それでももしバットをつけてくれるのであれば、もうただのファンじゃないですか。その再生時間伸ばしてくれてるし。3分の2ってなかなか見てくれないですか？そうです、3分の1でも多い方なのよと思って、そう思ったら驚愕なんですけど、え、3分の1しか見てないのみたいな。意外とそんなもんですね。確かに見てるかって他の人に言われると、まあ3分の1で切る時も多いなみたいな。でも、ね、好きな YouTuber は絶対全部見るんですよ。面白くなくてもなんか見るんですよね。確かにこの後何かありますかみたいな。今日つまんないですねって思いながら見たりとか。本当意外と平均視聴時間短いわ。初めてからびっくりしました。みんな半分ぐらい見るだろうって思ってたんですよ。結構ちょっとイラッとしてもちょっと我慢して見るんですけどね。よっぽど面白くなかったもん。よっぽどですよ、本当に。交代額すっごいちゃんとしてる。そんなバンバン買い替えるものでもないんですよね、正直。確かにパンツとかもそれでしょ、全然持ちますからね、形崩れずに。こんな毎月買いますみたいな。そう、YouTuber さんにも
いコメントしてようかなみたいな。そんなユニクロ尽くしでもちょっとどうなんだろうっていう。そうそうそう、私いつもユニクロだよねみたいな。でも人前に出るものなんでやっぱ顔なのかな。最初は顔ですよね。なんか男性だと別に多少顔がうんってなってても髪型派手にしとけばなんかそれっぽくなるというかYouTuberっぽくっていうの結構あるじゃないですか。正直やっぱトークで、トークでとかキャラでとか、うん、女の子って単純に可愛さ求められるので、うん、YouTuber で特に今もうみんな可愛いから、うん、なんか難しい顔かーって最近求めてます。悩んでるんですね、頑張りを。の出してた古着の動画も PV 部分あるじゃないですか、うん、あれめちゃくちゃテイクやり直してますし、顔がアウトで、ね、でその後もなんか昨日とかも編集とかしながらもうちょっと顔をどうにかしないとみたいな話してちょっと喧嘩してました、ね、そんな言われてもできないわ。プロじゃないんだよこっちは。そうかな。でも多分 YouTuber の女性に求められるのって絶対綺麗さではないと思いますけどね。正直なんかある程度の顔面と親しみやすさみたいな、うんうん、そうそうそう、ある種友達っぽい感じ、ちょっと頑張ればいけるみたいな感じとかも、絶妙さ、うん、は必要ですね。確かにあんまり美人すぎてもみたいな。多分センチムさんとかも綺麗じゃないですか。センチム可愛いですね。みんな元モデルとかじゃないですか。そう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 。そら再生数いくわみたいな。やっぱ可愛さで勝負しても無理っていうのは分かってるんで。私ももう編集も可愛さもそれはもう捨てようと思って、もう鼻から捨てるっていう。なるほど。勝てないところで勝ちに行くんじゃなくてトークかな。頑張れるとしたらやっぱトークだし、うん、そうですね、まあ、トークとか情報の有益さとかなんですかね、うん、やっぱり。時代は Vlog なんですかね。じわじわ来てるんでしょうね。海外ではもうなんて言うんですかね、がっつりいますけど、聞きますと Vlog だけで200万人とか、もっと希望金額。本当に編集なしでトークだけで伸びてる人もいるじゃないですか。いますね。何なんでしょうね。私結構そういう方が見てて、あこれを目指そうと。もう携帯取って10分経った、はいもうこれ以上やっても無駄なんで消しますって消して、あげてで何十万再生とか取るんですよ。結構なんかモーニングルーティーンとかって伸びるじゃないですか。うん、あれちょっと生活のぞき見ちゃうよ。おっさんのモーニングルーティーンあんまりいないんじゃないっていう。あれめっちゃ受けたい。私は知ってるからこう受けれるんだけど、初めて見た人は大輔さんの寝起きシーンはいるのか。女の子でも私あんま見ないなと思う。見ないですね。違う、人の寝起き見てもなーみたいな。へえスムージーかへえみたいな。自然光がいい感じに反射してめっちゃよく見える。お肌トゥントゥンですね。全然メイクの解説してないですけど、それも大丈夫ですか。今更何も言ってない。やっほー、久しぶりです。久しぶりです。昨日紹介してたからし色のパンツ着てる。そうあれ見たよ、チャンネル。なんか好きを詰め込んでていいね。あー本当ですか、ありがとうございます。ああいうなんかスタンスでやらないとさ、絶対続かないからさ、好きなことを好きなだけって感じやるな、うん、ただの裏に。なんかいつもと違うよ私。本当違うよ。本当違いますよね。うん、違います。あの日焼けした石原さとみ雰囲気は出てる。大輔さんどうですか。なんか似はしないけど雰囲気は出てる。ああ分かる分かる、言いたいこと分かる。でこ言われてもちょうどじゃん。でこぐらい。しかも YouTube 規制がちょっと厳しいのか、なんかちょっとどこまでっていうのはちゃんと理解してないんですけど、多分セクシーすぎると多分ダメですよね。多分あなんか肌色多いと結構ダメだね。これオフショルダー、オフショルダーをなんか手術着を着る機会があったんだけど、
手術中の手術室の中の様子を動画アップしようとしたら、はい、このオフショルダーでもアウトだった。ここから上が見えてるから。大石さん俺の大石さんこんなことやってません？手術室にいた。なんで？そうなんですか？そう。でも水着動画やってる人いますよね、うん、多分あれ、あれじゃない、審査通してんのかなとは思うんだけど、水着とかだったら一回やっぱ引っかかったりはしてんのかな。どうだろうね。女性 YouTuber でね、水着紹介とかやってる人いますよね、多分。はい、完成らしいです。あ、やっぱ普段と違う。なんか本当に違いますよね。なんか眉毛が細いからかな。シャマイさんの解説コーナーです。あ、はい。石原さとみさんはあの眉毛結構特徴的なんですけど、存在感の なさがめちゃくちゃ特徴的なんで、うん、細くて短くて明るい薄いっていうんですかね。なるほど、うん、確かに結構離れてて、ちょっと話し気味でなんか柔らかい感じに顔をちょっと調整してるのと、うん、まあ、あと本当ほっぺの位置、チークの位置がかなり目の真下でふわっとなってて、光りすぎてわかんないけどこの辺なんですよね。この目の下すぐのハイライトがめっちゃ石原さとみなんですよ、うん、実は。なるほど。ここ特徴なんで、石原さとみになりたかったらここにハイライト入れてください。はい。なもんかな。そんなもんらしい。あとはね、唇ふっくらさせたり目を垂れ目にしたり、うん、その程度、はい、程度です。あとはプロカメラマンの大輔さんに任せていきましょう。はい、よろしくお願いします。